はい、今回はですね、フォロワーの方からのリクエストにお答えしまして、円形の、体力ゲージの作り方について、解説していきたいと思います。で、円形の体力ゲージというのはどういうものかというと、このようによくこうシューティングゲームで、敵の周りにこの円形の体力ゲージがあって、これを減らしていくっていうのがあると思いますが、これ、簡単なものを作っているのを見ていただきたいんですが、このような形で、はい、敵を攻撃していくとこのように、はい、ダメージが蓄積されていって、はい、これが全て真っ赤になると敵を倒すことができるというようなものが、円形の体力ゲージということになります。今回はこちらの作り方について解説をしていきたいと思います。これからもですね、いろいろなリクエストにお答えした解説とかもしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では作っていきましょう。はい、では新しいプロジェクトを開いてもらって、まずは簡単なシューティングゲームを作るところから進めていきたいと思います。で、今回猫は使わないので猫は消していただいて、背景を、はい、こちらのスターズですねにして、で、敵は動物の一番最初にあるこのコウモリを使いたいと思います。で、このコウモリなんですけど、イベントで旗が押されたとき、はい、動きで X 座標を0、Y 座標を、80ぐらいにしておいて、表示する。はい、大きさは 50% ぐらいにしておきましょうかね。はい、敵はこんな感じでいいと思います。はい、では次にプレイヤーを作っていきます。で、プレイヤーは適当に描いてしまいましょう。何かこうちっちゃい丸を作って、はい、もうこれをプレイヤーにしてしまいましょう、今回は。はい、で、これをプレイヤーにします。で、名前はプレイヤーにしておきましょう。で、このコウモリも名前を、敵というふうにしておきましょう。敵とプレイヤーですね。で、プレイヤーのコードは、はい、イベントで旗が押されたとき、ちょっと左端に置いときたいので、はい、動きで X 座標をマイナス200、Y 座標をマイナス150にしておいて、で、左右に動かせるようにしたいので、制御でずっと、もし、調べるで、右矢印キーが押されたなら、動きの X 座標を何々ずつ変えるというので、10ずつ変える。で、これを複製して、左矢印キーが押されたなら、X 座標をマイナス10ずつ変えるというふうにしましょう。そうすると、旗を押すとここに来て右左右左というふうに動けるようになるということになります。次に、プレイヤーが発射する弾を作っていきます。で、こちらでまたスプライトを描く、でまた、小さな円を描いてください。はい、こんな感じですね。で、少し先ほどよりも小さめに設定しておいて、で、枠線はなしで色を黄色にしておきましょう。こんな感じですね。はい。で、コードは旗が押されたときに、これクローンを使っていくので、オリジナルは隠しておいて、ずっと、自分自身のクローンを作ると。で、0.5 秒おきに作りたいので、これですね、 0.5 秒待つと。で、これで、0.5 秒おきに自分のクローンができるので、クローンされた時に見た目で表示をする。はい。で、プレイヤーから出ていくので、動きでプレイヤーに行く、これですね、どこかの場所へ行くっていうのをプレイヤーへ行くにします。で、
何々まで繰り返すっていうのを使って、こちらですね、恥に触れたまで繰り返すと。で、動きで Y 座標を20ずつ変えると。で、恥に、ついたらクローンを削除すると。これですね。はい。で、これで旗を押すと、はい、このような形でどんどん玉が出ていって、これ左右に動くとこのように玉を、はい、打てるようになるという形になります。はい。では次にこの玉が、これ、スプライトの名前は玉にしておきましょう。はい。で、玉を敵が、食らうとですね、HP を減らしていきたいと思いますので、敵のスプライトに戻って変数で敵 HP という変数を作りましょう。で、敵 HP を一旦100にしておきましょう。で、表示した下にずっと、はい、もし調べるで玉に触れたなら変数で敵 HP を1ずつ減らす、つまりマイナス1ずつ変えるっていうふうにしましょう。そうすると旗を押してこの玉がこういう形で敵に当たると敵の HP がどんどん減っていくということがわかります。はい。これでですね、簡単なシューティングゲームができましたので、この今、この変数で書かれている HP というのを、円形の体力ゲージで、示していくようにしたいというふうに思います。はい。ではですね、ここから、ペンを使って円を書く方法についてまず解説をしていきたいと思います。ちょっとこの玉が出てると、ちょっと目障りですので、この心はもう切っておきましょう。これでもう旗を押しても、はい、玉は出ないという状態にしておいて、で、ペンを使いますので、左下の拡張機能からこのペンを選んでもらいます。そうするとペンが使えるようになります。で、ペンを描く用のですね、スプライトを一つ用意しておきます。スプライトを選ぶで描くで、まあ、空のスプライトを用意しておきましょう。で、ここにコードで円を描くコードを書いていきたいと思います。今日はですね、2つの円を描く方法についてご紹介していきたいというふうに思います。まず、最初に簡単な方なんですけど、はい、旗が押された時に、はい、ペンは全部消すというふうにしておきましょう。で、ペンの太さを、まあ、一旦10にしておいて、ペンの色を、はい、これ全部赤、はい、で、これ赤にするというふうにします。で、円を書く前にまず、正方形を書くところからやっていきたいと思います。で、この画面の中心ですね、中心を一番初めの視点として、こういう正方形を描くのって、どうやってるのかというと、はい、一番最初は X 座標 Y 座標を00にします。で、00にして右側に向かいたいので、はい、ここを、90度に向けるというふうにしておいてください。で、ここでペンを下ろします。ここでペンを下ろすと。で、正方形ですので1、2、3、4回線を引きますので、ここで、制御で4回繰り返すというのを、はい、こうですね、4回繰り返すとして、はい、動きで、はい、100歩動かす。で、90度回す。これを4回繰り返す。これつまりどういうことかというと、ここに、ペンを下ろします。
で100歩動かします。で90度回して次は真下に行きます。さらに90度回して左に行きますっていう形で四角形を描くと。で最後に、ペンを上げて、終了ということになります。はい、では、旗を押してみましょう。はい、このような形ですね。 1,2,3,4 という形で、正方形が描けたということになります。でこれが今90度を4回ってことだったんですけど、これを例えば60度を6回にすると、はい、このような形で、正六角形が描けるということになります。ただ一つの辺の長さがこれ100なので少し大きすぎるので、ここをちょっと調整しなきゃいけないということになります。例えば60歩動かすと、まあ、これでちょうどいいぐらいになったというような形で、どん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 、正多角形を作っていくことができるんですが、これをどん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 細かくしていって、これを一度回すを、はい、360回繰り返すというふうになると、でここはもう一歩動かすにしておきましょうっていうふうにすると、はい、こういう形ですね。すごくゆっくりなんですが円が描けていくということになります。はい、ということになります。でこれ今円が描かれる処理が非常に遅かったんですけど、これをちょっとですね、一つ魔法みたいなことをすることによって、一瞬で円を描けるようになります。でそれをどうやるかというと、旗が押された時のこのコードをブロック定義にしてしまいます。でブロック定義で、はい、HP ゲージを描くっていうブロック定義を作って、でこのこれを定義にしてしまいます。で HP ゲージを描く。でこのままだと旗を押すと先ほどと同じようにゆっくり、はい、円が描かれる形になるんですが、はい、このこれを右クリックでこれ編集できるんですけど、ここの左下にですね、画面を再描画せずに実行するというのがありますので、ここにチェックを入れます。チェックを入れると旗を押すとポンと一瞬でですね、円が描けるということになります。でこれは非常によく使う手なので、覚えておいてください。はい、でこれが一つ目の円の作り方です。でただですね、この円の作り方だと、この円の大きさっていうのをすごくこうコントロールしづらいということになります。ですので、もう一つの円の描き方を、説明していきたいと思います。はい、でそのやり方というのが、次はこの画面の中心、ここですね、中心を円の中心にして、そこから半径50ピクセルの円を描いていきたいと思います。でそうするために少しこれ改造していきますが、まあ、ここまでは一緒でいいです。で、はい、でこれをちょっと外して、はい、これも外して、はい、ちょっと広げますね。はい、で、この360回繰り返すの中に、まずこれが中心です。円の中心に行って、で50歩動かします。で50歩動かして、そこでペンを下ろします。で一度回してペンを上げる。これを360回繰り返す。はい、というふうにすると、はい、旗を押すと、はい、このような形で中、00を中心とした半径50の円が描けるということになります。これどういうことになっているかというと、まず00に行って、で50歩動かす。これは今90度に向かっているので、右に50歩動いて、ここに点を打っているということになります。でペンを下ろして一度回して、ペンをもう一回上げて、中心にもう一回戻ってるんですね。戻って、次は91度に向いているので、91度の方向に50歩動かします。で、ここに点を打つ。っていうのを、ずっとこれを繰り返して点を打っていってるということになります。で、これ、例えば、
この1度回すで360度じゃなくて、これを60度回すにして6回繰り返すにしたらどうなるかっていうと、はい、こういうことになるんですね。1個目、2個目、3個目、4個目、5個目、6個目っていう点を打っていると、これを、1度 ×360 にするとこのように、この点が360個連なることによって円になっているということになるということです。でこれが、もう一つの円の描き方なんですけど、今回はこの敵を中心に円を描きたいので、このやり方を取るということになります。で今は00を中心にしていますが、ここの中心を00ではなくて動きで、はい、敵へ行くにしてこのようにすると、敵を中心とした半径50の円が描けるということになるということになります。はい、ではここから具体的に、体力ゲージを作っていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、ここの、一番最初が今90度なので、ここが支点になっているので、実際の体力ゲージはここが支点になるので、ここまずは0に変えましょう。0に変えて、右回りに円を描くのではなくて左回りに円を描きたいので、ここの1度回すというのを右向きではなくて左向きに1度回すに変更します。はい、まあ、これでも旗を押すとですね、同じように円が描けてるっていうのが分かります。はい、ではここにですね、これが今全部真っ赤なんですが、この内側に白いゲージを作っていきたいと思います。ですのでそれは非常に簡単でして、ちょっと小さくしますが、ここの下にですね、はい、これを右クリックで複製します。このペンの太さ以下ですねを複製して、もう一回もう一周円を描いてあげるイメージになります。で、もう一周円を描くときはペンの太さを少し細くします。一旦6にし、分かりやすいように6にしておいて、ペンの色を、白にして、で0度に向けてというのは変わらずで、360回繰り返すっていうのはここも全部変わらず、はい、これで旗を押すと、はい、このように、二重の線が描けて、ちょっと内側は、外側より、細くなっているというような形になっています。でこの体力ゲージの部分、この白い部分をですね、今360回繰り返しているんですけど、これを例えば半分の180回繰り返すにするとどうなるかというと、はい、はい、体力ゲージが半分減っている状態になるという形になります。でこれを、さらにこう90回とかにすると、はい、こういう形で4分の1になると。ですのでここの何回繰り返すという部分を変化させていくことで、ここの長さを変えることができるということになります。はい、ではこれを実際に体力ゲージにしていくんですが、はい、で旗が押された時にこの HP ゲージを描くっていうのを、これを常に描くようにするので、制御でこれをこうずっとで囲みます。でずっと、HP ゲージを描くというふうにして、でここの何々回繰り返すの部分ですね、ここが少し、数式が入ってしまうんですが、要するに敵の HP は100なので、例えば、50であれば半分っていうことになります。ですので演算でですね、はい、この割り算を使って、はい、今の HP 変数で敵 HP ですねを100で割る、これは、HP が50であれば 0.5 ってことになりますし、 HP が30であれば 0.3 ということになります。でこれにですね、はい、360をかけると、かける、そうすると、HP が50
であれば 360×100/50 で180になりますし、例えば HP が10であれば 360×100/10 で36っていう形になるということになります。でこれをここに入れてあげると、はい、そうすることで、敵の HP が減っていくとこの白い長さが減っていくということになります。では先ほど弾をここを切ってしまったので、ここを改めて戻して、はい、でもう一回旗を押してみましょう。はい、初めは白が満タンになっていますが、これを、はい、HP が減っていくとこのようにどん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 下がっていって、はい、でこれ外すと下がらないですね。はい、でまた当てていくと、はい、ゼロになると、はい、今回マイナスになってしまうようになってますが、ゼロになると、真っ赤化になるという形になります。はい、でさらにですね、例えばこれ逆にしてあげてもいいんじゃないかなと思います。ベースを白にして、こちらのゲージの方を赤にすると、はい、こういう形ですね。次は赤のゲージが減っていく、まあ、こういう表現もできるんじゃないかなというふうに思います。で例えばこういう表現をしたときに、はい、30を切ってくると、色が変わるみたいな演出でよくあると思うんですけど、例えばここの部分で、はい、ここの部分に、制御でもし、はい、演算で敵 HP が30をより小さくなると、はい、ペンの色を例えば青色にするみたいなことにしてですね、はい、でこれをこの上の部分に入れといてあげると、ここですね。そうすると、はい、初めは赤色なんですけど、これがどん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  HP が減っていって、30を切ると青になると、はい、いうようなこともできるということになります。このテクニックはですね、この HP ゲージだけじゃなくて、何かこうタイムトライアルみたいな時の時間が経過していくみたいなことにも使えると思うので、ぜひですね、いろんなゲームで活用してもらえればなというふうに思います。はい、今回の、コードの解説は以上になります。これからもですね、いろいろなコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、リクエストもいただければ、できるだけですね、お答えしていきたいと思いますので、リクエストの方もお待ちしております。ではまた。